はい、福井県から参加のアデちゃんですけども、アデちゃん今回で4回目ですか。去年の2月からずっとフル参加していただいて、そして、実際にも開業されてるね、福井県で、お店の名前何でしたっけ。ゆるまーる。ゆるまーるですね。はい、ゆるむとかゆるまーる、ね、はい、なんですね、うん。そして、まあ開業しながらさらに学び続けてきたわけですけども、はい、今回のね第4期生4期なんですけど、特に印象に残ったこととかありますか。開業して、いろんなお客さんのやってると、やはり内臓を見るっていうことが皆さん結構驚かれるんです、うん、もう肩が痛いって言うと肩を施術、マッサージとか整体とか行くとそこばっかりですし、腰が痛いというと腰、足が、膝がというとその場所ばかりを今までされていた方が多くって、内臓を緩めてあげると腰も楽になるとか、膝が楽になるとか、肩が楽になる、胸の周りですねと肩も楽になるっていうことを皆さん知らない方が多くって、それをしてあげることですごくなんか喜んでいただける方が多かったですし、はい、うん、すごく気持ちよくってトローンとした今までにないなんか体験をされて帰られる方が多かったので、はいはい、今回の内臓の施術を教えていただいたことはすごく収穫になりました。なるほど。そしたら、まあ、福井県の、ね、堺市の方で開業されてるわけですけども、そしたらそちらの特にまあ女性の方が女性専門で今やられてるんですね、うん、はい、自宅の方は女性専門で、はい、専門でね、はい、そしたらどん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 人に喜ばれて、ね、お客さんというか、まあ、クライアントさんというか患者さんというか、そういう方がどん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 今幸せになっていってるっていうふうに思っていいですか、うん、そうですね、やっぱり施術と、まあ、トークの中に癒し手道で先生に教えていただいた人としての在り方とか姿勢とか、うん、物の捉え方とかそういったものをこう入れていくことによって、そんな捉え方って今までしたことなかったとか、こんな風でいいんだとか、そういうことをお客さんにも言っていただいて、私もやりながらすごく嬉しい気持ちになることが多かったですし、お客さんからも施術以外のプラスアルファのなんかすごく大事な部分を教えていただいたっていうことを喜んでいただける場面が多いので、はい、わかりました。そしたら単なる、まあ、整体院とかマッサージ院じゃなくて、そして心と体と両方健康になっていくような、そういう、ゆるまるという気候整体をやられてるっていうことでいいですか。はい、はい、なので、はい、周り の, あの整体のお店いっぱいあるんですけど、全く不安にならずにやっていけます。はい、なるほど、素晴らしいですね。はい、じゃあそしたらこれからも、癒し手道を学んでいけたら嬉しいかなというお気持ちとかありますか、うん、もちろん、はいはい、学んでいきながら自分も成長しながら、はい、自己成長しながら、自己成長しながら、はい、お客さんも一歩ずつ成長しながら健康になっていっていただけたらいいなと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。